え皆さん試験お疲れ様でした、えー、それでは2016年12月担当の回答速報会を始めます、えー、まずは企業法ですね、えー、担当はレクセ任講師の森村です、えー、それでは早速回答をご覧ください企業法ですねでは、えー、回答を読んでいきましょう 問題一一、問題二一、問題三四、問題四六、問題五三、問題六四、問題七三、問題八六、問題九三、問題十五ですね。で、えー、左側行きまして、えー、問題十一一。 問題十二四、問題十三三、問題十四三、問題十五五、問題十六一、問題十七二、問題十八四、問題十九四、問題二十六ですね。では問題一から五つずつ回答だけを読んでいきます。問題一から問題五です。一一四六三 1> 1です。次問題6から問題10まで解答だけ読んでいきます。では問題11から問題15までですね。で最後問題16から問題20までです。 で、あとはその横に書いてあるですね正当可能性というのはこれはあの難易度が高い低いじゃなくて逆ですね正当可能性が高いっていうのは要するに優しい、い、え、い、ー、点数を取りやすい問題というこ,とです、ね、これも見ていきますと問題1がこう問題2がこう問題3がこう問題4中問題5中問題6中問題7中問題8こう問題9中。 問題 10, こう。で問題11に行きまして、問題 11, こう。問題 12, 中。問題 13, 中。問題 14, 中。問題 15, 中。問題 16, 中。問題 17, 中。問題 18, こう。問題 19, こう。問題 20, 中ですね、えー。これもですね、5つずつ読んでいきますね。問題1から問題5まで、こうこうこう中中。こうこうこう中中ですね。 で問題六から問題十まで中中高中高中中高中高で問題十一から問題十五まで高中中中中高中中中中問題十六から問題二十まで中中高高中,中中こうこう中高高中で、えー、正答可能性低いっていう評価の問題は今回ありませんでしたで正答可能性が高い 問問題が8問で,す、ね、でまあこれは8問全部正解してほしいなっていうふうな感じですね。で問題正答可能性中の問題が12問ありましたけれどもまあこれはえ9問うち9問は正解してほしいかなと、まあ、45点ですね。でそうするとまあ合わせると85点というとんでもない点数になってしまいますけれどもまあこれはでも今までのですね 担当式試験市場ですね企業法でに限って言いますと一番優しい問題だったんじゃないかと思いますのでまあ85っていうのはちょっとさすがに言いにくいですけども、まあ、80ってのは取っててはは取ないいいとままずいっていう感じはしますねもちろんですねあのまあ毎回これお話しすることなんですけども企業法の平均点っていうのが、えっと、最後に最後にっていうか えー、合格発表時に出されるんですけどもそれとですねそれと、えー、その年の合格最低点っていうのは何の関連性もないんですね。なのでですね、まあ、それちょっと見ていただきますと、えー、過去5年分 <laughs> ここに書いてますけどもでこれ見るとですね、えー、合格点の方から見ていくとですね、まあ、突出して低いのが上から2つ目平成26年の12月担当っていうのが えー、60点で60%でですね合格できたんですよね。でまああとはそれ以外は、えー、66%から68%って大体まあええー。 その辺に集中してるわけですね。合格最低点は。で、これに対して企業法の点数というのは。まあ、直近、直近というか、最近一番低い時が。前回の四十五点九パーセントですね。前回の四十五点九パーセントと。その前の平成二十七年十二月担当の四十七点四パーセントの。ここはまあ、突出して低いわけですけども、これ要するに、あの。 企業法じゃない金賞法ですね金融商品取引法の問題が2本とも難しかったとやたら難しかったということでまあだいたい説明がつくぐらいのその点数の低さなんですね。なので基本的にはだいたい50%ちょいぐらいというのが企業法の平均点なわけです。ただまま今回はですね先ほど、まあ えー、お話ししましたように正当可能性が高い問題がやたら多いので企業法の平均点もしかするとこれ55%ぐらいいくんじゃないかともしかしなくても55%ぐらいいくんじゃないかっていうのがまあ率直な感想ですただまあそうであっても全体の合格点がその分高くなるかっていうことは全然そんなことありませんのでなので えーまあ、去年でもですね75点ぐらいは取ってほしいですねって言ってましたけども、えー、実際、50点ぐらいで企業法50点でですね、えー、合格された方ももちろんいらっしゃいますので、えーまあ、企業法が別に何点だろうがですね全体の合格合否とは直接関係ないというところはご理解いただきたいと思います。えー、それでででははあとは、えー、残りの時間でですね、えーまあ、若干 かかかりそううなと言いましょうか、えー、難しそうな問題をいくつか足をピックアップしてですねそれで見ていきましょうちょっとピント合わせます <laughs> まず問題4ですね設立の問題であであの取材,取材分野別取材数ってのはですねこれまあ毎年ほとんど変わりませんで今回まあ株式から3問出ましたと、まあ、例年2問ぐらいなんですけどねその分資金調達が 例年2問出てるところが、えー、1問しか出なかったとあと、まあ、期間は、まあまあ、大体毎年56問ですけど今回6問だったというようなとこで、まあ、基本的にはその辺も毎年のように変わりませんで問題4見てください設立株式会社の設立の問題ですね、えーまあ、正当可能性中ですけれども、まあ、あの足当たりぐらいですかねこれだって、えー、ちょっと引っかかる可能性があるのはですねただただ千伏より丸バツつけたところがいいですねちょっと待ってね あの足見てみますと、えー、株式会社の定款は書面を持って作成されている時には発起人の全員が署名しまたは記名押印をすることにより記名応印はしなきゃいけない、えー、署名か記名押印しなきゃいけないんですけどもじゃあその時効力生ずるかって言ったらそうじゃなかったですね交渉人の認証をするまでは効力生じないわけですから。 交渉人の認証が効力発生のためには必要であると。なのでこの足はバツですね。えー、条文で言うと30条1項に三十条一行に明文の規定があります。で、あと今回はあの判例も二足しか出てないですね。判例も二足しか出てないですし、改正も、えー、改正がモロに出たのは二足しかないですよね。まあ、そういう意味でもとっても簡単な問題だったと言えますね。では次第5問問題5ですね。 取締役会設置会社に関する問題で取締役会がある場合にはその意思決定機関が株主総会と取締役会両方ありますのでそのどちらでどちらの決議事項かっていう問題なんですけれども「あ」アが株式の併合「い」が株式の分割「う」が株式無償割当ですね。で株式併合はまあ有名ですよね株主総会であとは株式分割株式無償割当というのはこれは両方とも取締役会決議でできるんだと。だからまあこれも 宙にしししてまますけど、まあ、優優いいっちゃ優しいですすよよねであとととの足単元株制度をを採用ししうとするきは定管を変更しななゃいけないとでこれちょっと迷うかもしれませんけども要するに単元株制度というのが定款に定めなければ採用することができないっていう制度であるということですね。そしてそれを新たに採用するわけですからそれは必ず定款を変更しますよねっていうのでそれで丸ってことに気づいてもらえばいいと思います。次問題6 これは種類株式に関すすする問題難易度中中正当可能性中ですねでねねこれは右ののの足足と比較ですよ、ね、公開会社というのは議決権制限株式を発行する時にはですねでそれが分1 2を超えるに至った時は直ちに議決権制限株式の数を箱済み株式の総数の1/1以下にするために必要な措置を取らなきゃいけないこれは議決権制限株式については当てはまるんですよね。 でこれに対して譲渡制限株式については公開会社であってもそのような制限はありませんということで、えー、ここをしっかりと、えー、区別できているかという問題ですね。条文上は百十五条です。百十五条の問題ですね。<laughs> では次問題九。これも難易度中ですね。議決権の代理行使に関する問題です。まあ説明の説明ですね。 で、まずこれ uno 足で判例が出てますよと。とで、まあこれも有名な判例ですよねこの程度の制限は議決権の代理行使に対する制限は別に構わないです。よっていうのが判例ですね。まあ、ちなみに、えー、昭和43年の11月1日の判例ですね。で、あとはエノア氏ですよね。ここはちょっとあのあのー？ 気になったところかもしれません株主が代理人によってその議決権を行使する場合においてはその後ですね当該株主または代理人はとどっちでもよかったのかなってどっちでもよかったんですよね当該株主または代理人どちらでもいいんです、えー、はですね株式会社に対し代理権を証する書面を提出しまたは当該株式会社の承諾を得て当該書面に記載すべき実行を電磁的方法により提供しなければならない条文でいうと310条の1項と3項310条の1項と3項ですねどっちも合ってますと。 いうことです。では次問題12、えー。指名委員会等設置会社に関する問題ですね。えー、まあ、ちょっと難しいっていうのは鵜の足ぐらいですかね。指名委員会と設置会社においては鵜、えー、の足ね。 監査委員のうち監査委員会が選定するものに限り当該会社の業務及び財産の状況を調査することができる条文でいうと405条1項にそのままの条文があるんですけどもこれは要するに、えー、指,名委員会と指名委員会と設置会社においては監査委員というのはどういうふうに監査するかというと内部統制システムに指揮命令することによって監査をするということですのでなのでうのような、えー、規定が置かれているということですね。 で問題13です <laughs> 会計に関するものに、えー、権限が限定されてる監査役その問題ですね。であの足これまあ有名っちゃ有名ですけどね当該株式会社において監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更した場合にはだから役割が異なっちゃうわけですよね。えー、今まではまあ会計だけ の能力があれば良かったと。で今度は業務監査権限があるわけですから、そっちの能力も必要になってくるわけですね。そうそれやこれやで監査役の任期は当該定款の変更が効力を生じたときに満了する丸るっていうことですよね。あともう一つ右の足も見ときましょう、えー。当該株式会社において監査役はその職務の執行について当該株式会社に対して費用の前払いを請求することができないかっていうと、この費用の費用関係費用と報酬関係については えー、監査の範囲を会計に関するものに限定する旨があってもこれあっても、えー、費用の前払いを請求することができますからねできますので、えー、だからここの足は罰ということですよね報酬とか費用とかっていうねお金が絡むものというのは、えー、388条の除外規定の中に含まれてないですもんね。 ではもうちょっと行きましょう。問題十四、えー、計算のところからですよね。でこれもですね、あの足とイノアシの比較ですよね。準備金の額の減少とーそのえー、っとですね、資本金の額の減少ですよね。でその場合にはですね、あの足は準備金の額の減少をする時で、イノアシは、えー、資本金の額の減少ですね。資本金の。 こここででですすねねれが違うんですよ債、ね、権者異議手続きというのはですね資本金ののの額減少の場合には例外なしですよね必ず債権者異議手続きを踏まなきゃいけないこれに対してあの足にありますように準備金の額の減少する時にはですね、えー、その準備金の額を減らしても例えばあの足のようにそれを全部資本金に組み入れるんだったら別に会社債権者不利益全然ないですからねなので債権者異議手続きは必要ないと、えー、あの足。 がこれがまるでイの足がバツと、えー、こんなところですね。もうちょっといきましょうか。で問題十五ですね、えー。車載に関する問題ですね。で、あの足あの足が 会社が1つの種類の社債を発行する場合において社債の総額が1億円で各社債の金額が100万円である時には社債管理者を設置することを要しないかっていうと、まあ、ちょっと引っかけですよねこれ各社債の金額が1億円以上の場合ですよね。各社債の金額が,が1億円以上、まあ、これこんなとこつけても関係ないですけどね。 えー、その場合には7 0を条正し書きで7 0を条正し書きで社債管理者の設置をすることを要しないわけです。で本問のこの足の場合はですね社債の総額が1億円で各社債の金額100万円に過ぎませんからこれはまあ一般講習を相手にしてますねということで社債管理者の設置が義務付けられるということですね。であと「う」の足も見ておきましょう。管、え、管、ー、管理理理者者者が社債権者に対してて善良なののの注意を持って社債の管理ををっ行ううべき義務を負うのは えー、社債管理委託契約にその旨の定めがあるときに限られるかっていうとこれ限られないんですよね。七百四条二項に七百四条二項にわざわざ全館注意義務っていうのを明示してあるんですよね。えー、取締役等の役員もですね、えー、ご存知のように全館注意義務を負うわけですけれども、あちらは民法の規定で民法の六百四十四条でしたっけ？えー、そこの規定を準用するという形で委任に関する規定に従うということにしてるわけですよね。で、ところが、えー、こちらの社債管理者の場合にはわざわざ 会社法が例えば、ーうういいまあ、これはその、えー、その社債管理者と社債,権社債権者との間には直接の法律関係が契約関係がありませんのでねなのでその規定を設けておかなきゃいけないっていうことなんですけどね。で実はこれ平成26年の一昨年のですね論文式試験の第2問に、えー、ここのところを書かせる問題が出てるんですよね。えー なんででしょうねまあ、やっぱりちょっと特殊な規定だからですかね、えー、はいでは次行きましょう <laughs> 第16問ですね問題16、えー、事業の譲渡等に関する問題これは右の足でちょっと引っかかっちゃった人いたのかもしれませんね株式会社が外国会社から外国会社からその事業の全部譲り受ける場合にはだから譲り受ける方は外国会社じゃなくて 株式会社日本の株式会社ってことですよねで、その場合には株主総会の特別決議による承認を要しないかというとこれは467条1項3号で必要ですよねっていうことで罰ですよねで、この外国会社から云々というのが入っているのはこの全部の事業,事業全部の譲り受けの場合だけですよねだって譲り渡す場合はですね譲り渡す会社が日本の会社であれば当然それは事業譲渡等,等に関する規制を受けるわけですからね、えー、というとこですね で最後、もう一問いきましょうか、えー、第問題17問ですね、えーっと。これは合同会社に関する問題でして、あの足は特に問題ないと思います合同会社の社員というのは有限責任社員のみですから金銭その他の財産に限り出資することができるということですね。 で井ノ足は合同会社が当該合同会社の持ち分を取得した場合には当該合同会社は相当な時期にこれを処分しなければならない一見丸のように見えますけども割と有名なとこですね587条2項587条2項で取得時に自動的に消滅するとだから株式自己株式の消却のような手続きを踏まなくていいっていうようなお話を、えー、授業でもしてたと思います。 江ノ橋、合同会社が資本金の額を減少する場合当該合同会社の債権者は当該合同会社に対し資本金の額の減少について異議を述べることができるこれ、述べることできたんですよね。627条1項で627条1項で合同会社に関してはこういう規定があったんでした。江ノ橋、合同会社の債権者は当該合同会社の事業年度の終了時または重要な事由があるときに限り限り当該合同会社の計算書類の閲覧または当社を請求することができ,できるかと。 いうと、まあ、合同会社以外の持ち分会社の場合には債権者にはそもそも、えー、計算書類の閲覧当社権というのはないんですよねで。これに対して合同会社の債権者にはあるとでしかもこういう限定がついてない,、ね、うい,うい,い625条,条を見てください。というようなところですね、えー、これ今また解いてみるとちょっと難しいなと思って。 正当可能性中にした問題でも今見ると割と優しいなって感じありますのでこれはまあ相当やはり平均高く出そうですねえもちろんまあ蓋を開けてみるまでは分かりませんけれどもまあ今回はだから「赤スクラッキー会」っていうようなそんなこと言っちゃっていいのかなまあ評価はできるようなえ担当でしたということです。 それではこれで企業法に関する解説は終わりますどうも皆さんお疲れ様でした